回紹介する名画はトゥールーズ・ロートレックのムーラン・ルージュという作品です。フランスを代表する画ロートレックの作品を見ていきましょう。ロートレックは19世紀を代表するフランスの画家です。1866年パリで印刷工房を作ったポスター作家のジュール・シュレは近代ポスターの歴史の幕を開けました。女性をモチーフとしてシュレが描いたポスターはその可愛らしさから人気を博し、ポスターが単なる装飾から大衆芸術のジャンルへと進化していったのです。本作はそんなシュレを師と仰いだ画家ロートレックの名を世に知らしめたポスターです。ムーランルージュは当時パリのモンマルトルで隆盛を極めたダンスホールで、ポスター中央ではカジノドパリというライバル店から引き抜かれた看板の踊り子ラ・グーリュが大きく足を上げて踊っています。その姿を見た男性はここに行けばスカートの中身が見られるという期待感に心躍ることになったのでしょう。スカートの白を引き立て、明確な配色と床の線や黒く塗りつぶされた観客たちによる遠近感は多くの人々の目を釘付けにし、ムーランルージュをより生き生きと描き出しているのです。また彼は日本の浮世絵にも傾倒しており、彼の作品の中にもその技法が取り入れられています。本作に見られる赤、黄色、黒といった限られた配色やはっきりとした輪郭線も日本の浮世絵に影響されていると言われているのです。次回はイタリアのあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた来週。